改めてですね、ランニング前、ぜひ服を着る前に制汗剤をつけて、あらかじめ匂いを予防してください。すごく大切です。特にですね、脇とか汗かきやすいところでアポクリン腺があって匂いが出やすいところなので、そこを中心にぜひ制汗剤つけてケアをしてみてください。走った後ですね、これも今までのお話の、振り返りにもなりますが、汗をまず拭き取ってください。結構汗かいた後にとりあえず制汗剤だけわーってつけちゃう、スプレーとかわーってかけちゃうって方多いと思うんですが、まずはかいた汗を拭き取ってあげてください。服にやっぱりさっき言ったみたいについた汗が匂いの原因になってしまうこともあるので、なるべくかいた汗はすぐに拭き取って、それから制汗剤をつけ直してください。これが、ランニング前後のおすすめの汗ケアですね。汗ケアはすごく大事なところなので、まずね、走る前はねロールオンで色を塗って、で走った後はすごいこまめに汗を拭いてからスプレーをしてシートで拭くっていうところをすごく大事にしてほしいですし、ちょっとね分からないよってこともたくさんあると思うので、ぜひファイトデイさんのブースに行って分からないことを学んで、これからねランニングライフに生かしてほしいなと思います。汗ケアっていうのはまず事前の準備、そして終わった後の仕上げっていうのが大事だなということを学びました。またヘアケアというのは普段のヘアケアに加えて紫外線対策もすごい大事だなということをね教わりました。今回株式会社ファイントゥデイさんのブース本日出ております。実体験できるブースとなっておりますので、ぜひぜひ皆さんお話をお伺いして、ランの後にぜひぜひ試してみてはいかがでしょうか。とってもおすすめです。勉強になりました。